ちょっとどうですか、じゃあこのコミュ力が今のところないってなりましたけど、なぜないのか、はい、それぞれ考えるに聞きましょうか、はいはい、リーダーに似た。リーダーああそうか、リーダーがね、はい、リーダーそうですもんね、なんかリーダーこうだからこんな感じでみたいになっていくのかなと思って、リーダーの元に集まったようなもんですよね、そうです、スタートはね、これはいい理由ですね、はい、これいい理由だと思いますよ、なんか私からちょっと意識して変わっていけば、はいはいはい、周りも変わっていくのかなって思いました。変わろうっていう意識もあるんですかリーダー？あんまないですけど、なくて、なくていいと思う、はい、俺はなくていいと思う、本当ですかね、ちょっと他のみんなにも聞きましょう、じゃあどういう風にリーダーが言う、リーダーまたなんかちょっと顔赤くない？大丈夫近いから近い近い近いから近すぎる近すぎる、ドキドキしちゃう、ちょっと一人で何でもやるくせに誰かにね注目されたら急に嫌がるじゃん魅力なんかマジで何にもないじゃん、出ちゃってるよ、面白、ちょっと他のメンバーどうですか、私、はい、結構重いかもしれないんですけど、いやいいよそういうのいいよ、うち小5まで全く友達がいなかったんです、いいですね、友達いなかったのに小5で中されちゃったの、いきなり、そうなんです、小5でやっと友達が小5でやっと友達ができたと思ったらその友達で中されたこれじゃあ向こうは友達だと思ってなかったんじゃないですか狙ってたんだよ、はい、そうなんかすごい壮絶、じゃあもう根本コミュ力初めからなかったってことだね、もしかしたらもう確かに、でもさその小5で中されたのは別としてそこから友達ができ始めたってこと、そこから、まあ、まあ本当に変わらなきゃって思ったんでしょうね、ちょいちょいやっぱそのあでも友達できたって言ってもそのやっぱ私アニメとか漫画とかが好きなので本当 そっち系の、なんだろういやそっち系のそっちの友達っていうのはもう一生仲良くできる大事な友達だからそうなんですけど、それがいるなら大丈夫よそのすごいなんか明るい方のなんかギャルっぽい方とはちょっとマジで本当に付き合えなかったですだからもう似てるんだよこれ、いいよありだよこれ、これ同じだよ、もうこれリーダーと同じなんだから、ほぼ重ねていいぐらいだよ、重ねちゃいます、ほぼ重ねちゃいます、そもそも聞こうみんなあとどうあります、いい答え、なんか私思うに、うん、その相手のことを考えすぎて、あいやしっかりとしたこと書いてきますね、多分こう言ったらこう思っちゃうからこれは言っちゃダメでこうしてもダメだからみたいな感じで多分どんどん自分の中で整理しちゃってシーンってなっちゃうんだと思うんですよ、だからちょっと恐れない心がめちゃくちゃつながる、これはここにつながるんですよ、やっぱ人任せにするっていうので、自分が失敗するの怖いから誰かがやってくれるかなっていうね、ここのもう繰り返しですよ、だからすごい、あと今言ってる子ってコミュニケーション能力が低い子がよく言いますよね、あでも全部リーダーに繋がってしまいますね、これあーやばいやばい、コミュニケーション能力高い人って逆に思ったことをそのままこう分かりやすく伝えるんだよね、あそうやってその場で解決していくんでコミュニケーション能力が高くなってくると思う、確かに言ってった方がいいと思う、ね、リーダーちょっとどうですか、私話すタイミングが分からない、あずこはい、どこに入っていいか、なんか友達と話してる時とかは大丈夫なんですけど、なんか初対面の人とか、なんか自分が知らない人がいる中に入った時とか、こういうなんか MC とかになると全部つながるよ、これちょっと借りていいですか、それ話すタイミングわからない、これだからなんかみんな考えてること ね自分が話したらやっぱだから申し訳ないと思うのに近いでしょ、これ近いですね、やっぱり でその結果失敗が怖いにつながるでしょ、おみんなここじゃないですか、みんな一緒じゃん、みんなここですか、だからそれぞれがみんな人任せにもしますし、リーダーの元にまさに集まったいいメンバーってことかな、どうですか、私はここにちょっとパッて書いたんですけど、一人遊びが好きなんですよ、自分が、うん、全部無理で一人の話だよ一人だったらなんかできるんだね、なんか一人っ子なんですけど、小さい頃からその人形とかが大好きで、それで一人でなんか一人で危ねえ子らなやってた、やってたやってたんだ、そういうのがすごい、自分でそういうふうになんか物語を勝手に作っちゃって自分でもバーってやるのが好きなんで、ぬいぐるみに名前つけてたりしてない、してないんだ、それはしてないんだ、名前とかは特にはつけるのか、でもまあそれぞれだろうね、でもなんかそういうのが好きだったり、あとメンバーでご飯とか
際プライベートであんまりしないので。ああ、それは大事よ。でそことかもやっていったらもっとなんかいろいろ出てくるんじゃないかなっていうのが。だからみんな多分あれだね、みんなまだ心の扉開けてないみたいなことかもね。ああ、かもしれない、うん、ただでもこれはもう開けられないメンバーだと思う。もうこれはもうよいい意味でね。いい意味で。でもそんな開けるタイプの人間じゃない人が集まったわけだから、はい、開けなくていい、開けなくていいんだと思うよ。でもここの中ではちょっと円滑にコミュニケーションしてってほしいですよね、うんうん、でも楽屋とかでは普通に喋れるんですよ。そうなんですよ。面白いこと言ったりとかできるんですけど。だから心の扉開けてないのが個性なんですよね、みんなそれぞれ。ああ。すげえ5人、マジで似たメンバー集まってるね。そこを売りにしちゃいます。売りにしようだから。みんな心の扉開けようって言うけど、心の扉開けませんって。おぉ、ありがとう。絶対みんなあまり恋愛とかも少ないでしょ。うまくなさそう、うん、だからさ、やっぱ心の扉開けないって言っちゃったらちょっとあれだから、うん、最後の扉は開けませんみたいな。あ、なるほどね。それぐらいな感じだったら、それなんかもう開けたいファンが集まってきそうですね。俺が開けたい、私開けたい。いいそれ。面白い。なんかね、一緒にいるとみんなまだこう恋愛経験値とかが少なそうな、なんかそういう手垢がついてない感じがものすごい伝わってきて、なんかちょっとこう言うとあれなんですけど、もともと初物好きだったんですよ。なんかドキドキしちゃう。これからどうやって染められていくんだろうって。なるほどね、はい、この感じがいいのかもしれないですからね。そうっす、面白いな。だからどうね、なんかだから本当にやっぱ結局みんないいメンバー集まってるってことかもね。おだからリーダーのもとにみんなリーダーのこと慕ってるわけじゃないですか、結局みんな。そうですね。で、そこの根本があれば、最後の扉開けなくても俺うまくやっていける気がするんだよね。開けなくても、うん、それぞれだって開けたくないわけじゃん、うん、開けれない、開けれない、ね、開けれない、いいこと言ったね。開けたくてもやっぱ開けれないわけじゃん、うん、開けたくても。それぞれがみんなそれだったら別にさ、何なのこの子、ここを結局開けてくれないっていう不満がないわけじゃん、みんなが、うん、確かに、ね、みんながもう、ね、曲もそういう曲だよね。そうだね、そういう曲もあるんですよ。ほら、いいね、すごくいいですね。おだからなんかこう失敗が怖い。だここでしょうね、この辺なんでしょうね。これ全部本当にまとまってんだよ、すべてがなんかここに繋がってきてるから。まあ、リーダーに似てるでしょ、友達いないとかね。か嫌われたくないとかもあっただろうしね。あるかも。だからもうこれを恐れなければいいんじゃないかな。そしたらもう MC に繋がっていくわけですよ、うん、MC できるようになるわけですよ、うん、ね、まあ、これどうやって繋げたらいい。だからこれをやっとけば MC 力がうまく出ると思うんですよね、うん、ね。もう全部でもよく見れば大体結果同じこと書いてある。確かに。